時間からこのテンション高いの。どうもどうも。おかしいおかしい。姉メロディーです。おかしいおかしい。怖いわ。ね、本当に漫才は始まりませんよ。おもろい。はい。やめてもらっていいかな。面白いですか。プチ伝えかなきゃ。いじってんな。いじってはないですよ。いじってますよね、本当にね。これ誰ですか、この作ったキャッチウェイ作った人。自分でしょ。え、違うよ、リオなんや。誰が考えたの。リオなんやって。みんなの心に。そうだよ。リオ嘘。一緒に考えた気がする、うん、じゃあまずあやめろってつけたのリオナ。そうだよ、リオナが。え、そっからメロディーやで、うん、なんか響かせる、メロディー響かせる的な感じでいいんじゃない、うん、みたいな。みんなで言う感じがいいじゃないかな、うん。その顔やめて、その顔やめて。そうなの。すごくない。いや別に全部は作ってないですよ、全部は、うん、やめてもらっていいですか。天才なの。全部聞いてくるんで、リオナに。聞いてこんよ、別に。聞いてこんよ、何が。何でも聞いてくるよ、写真。写真もさ、送ってきて、自撮りをいきなりババババって送ってきて、どれが一番可愛いみたいな。どれも同じ顔しとんの。誰なんかさ、人のこと言えって。そういうこと言えって。リオナは自分で選んどるじゃ関係ないよ。別にいいよ、聞いても。この、か、さ、大事大事。大事やって。何っけ。おたきしてた。これか、か、か、っていう感じ。あんたの。大事大事ね。大事ですよね。全部同じなの。顔じゃないもん、この。全部含めてやから。その、顔だけじゃ。あれ、インスタあげた、今。あげたあげた。インスタもね、さっきの CM も何回も何回もチェックして。何回も何回も。見てねー。色合いもね、そう、見てください、インスタ、あやめろのね。色合い、ちょっとなんか色合いが青すぎるかなとか。知らんって、見とらん見とらん、そんなもん。大事やって、本当に。見とらんって。漫才じゃないっすよ、これ。本当に。おもろいっしょ。ねえ、本当に。喋り方本当に似てるだって。嘘。お母さんも似とるよ、確かに。お母さんやな、なこれお母さんの喋り方やん。そうやって。いや、なんてか、そう、やだ、やだ。もうやだもうやめ。でもやだみたいなのは絶対メンバーの中であんま伝統も。リオも伝よ。さすがにな、うん、電話な。このショールームだけしか見れない岐阜弁なんで。リオナは普段は普通にもう、うん、あの標準語的な感じで喋ってるので。うん、うん、本当に？うん、わからん。わからん、絶対出とる。たまに出とると思うけど、うん、そう。大変だ。ありますか？聞き取れますか、私たちの喋り。聞き取れるよね。そうなんですよ、ね、今日はいとこいないのって言ってる。ゆずめろですか。ゆずめろはもう帰りましたね。ゆずめろは帰りました。お仕事なんで帰りました、はい、さっきまで一緒に、ね、一緒にいました。いとこがね、全員大集合。すごいね。おばあちゃんからしたらもう孫大集結みたいな。全員孫が集結した。そうなんですよ。久しぶりだよね。え、なん、え、久しぶりじゃないよ、もう何年ぶり。もう 何十年ぶりだよ、多分。いつぶりなんだろう、本当に。何十年、だからリオナが東京行ってからは絶対全員集まってないので、今年久しぶりに。やばいよね。いとこが大集結しました。大集結って感じですね。お年玉もあげまして。あげましたね。はい、いとこにあげました。二十歳以下の子にね。二十歳以下の子に、二十歳以上の方にはちょっと。え、だから計私3人って多分昨日言ったんですけど、うん、1、2、3、4人にあげました。はい、はい、20歳以下のいとこに4人にあげまして、はい、大奮発です。大奮発だね、うん、はい、ですよ。そうなんですよ。そうなんです。2人は何番目で、お姉ちゃん一番上。一番初孫です。初孫。やめて、自分で自分で。そう、初孫で す, 孫です。やめてもらっていいの。何年も初孫なんで許されます、ね、そう、本当に、ね、だから今日もご飯、もうなんかおでん食べたんだけど、そうそうそう、もう一発目にリオが食べて、そう、まあ初孫やで ねやめて、そのツッコミどこで出たツッコミってか、その言葉で、そう、何でも、そう、言葉ね、な、何でもなんかリオナが優勢みたいになった場合、そう、ゆずめろとかもなんか、うん、なんでリオナばっかなの、なのみたいな感じで、もうみんながもう初孫やでだわとか言って、有名丸出しの、はい、初孫やでだわ、なんでも優先です。意味わからんっていう、そう、そう、全部リオナ優先の。そうなんですよね。すいませんね。で、彩香が2番手やな。
あ、そうやね、うん、あ、そうそうそう、2番目2番目でゆずめろが同い年、同い年なんですけど、同い年だけど3番目です。はい、私のが早く生まれたので、生まれたのでね、はい、そういう感じでございます。感じです。初孫は甘やかされて育つとか言う最悪ですね、はい、本当に甘やかされて最悪ですわ、本当にね、おもろいだろ、うん、そうなんです。ダブルボケで漫才違いますよ、漫才じゃないです、生まれた順にうるさいのって言われてるよいや、うん、ゆずの方がな、でもゆずはしょうがないよ、あれは声でかい、声でかいんやってマジでびっくりする。ゆずめろ今日久しぶりに会ったけど、ゆずめろはね、ゆずめろはマジ声でかい、マジで声でかいですよ、喋り声も笑い声もでかい、でかい、びっくりするね、あんた声でかいってって言ったもん、リオ、うん、リオナでさえ、リオナでさえな、いいってさ、車の中で喋っただけなのにさ、聞こえる聞こえる聞こえる、この距離は聞こえるってみたいな、そうそうそう、聞こえるって本当になんか、そうなんですよ、おもろいね、そう、うちら以上にそうでかいんですよ、3人の揃った場面、まあね、またいつか、またまたいつかですね、リオが帰ってきたら、はい、イズメロは全然多分登場したい人なので、そう、あの人いつもさ、な、ね、帰ってくるよな、そうそう、声だけさ、声だけ参加してくるんで、うん、入りたがりなんで、はい、入りたがりですね、はい、おもろいねパパメロさんは寝てますね、うん、パパメロは寝てますもん、はい、おもろい、うん、そうなんです、うるさいかな、今の喋りでもううるさかったですかね、うん、確かに、うん、そうなんですよ、そういえばね、うん、リオナ、皆さんね、知ってる方いるかと思うんですけども、急にやるとスイッチ入んの、はい、去年ね、アイドルを卒業しまして、3月にね、はい、で、去年の12月に太田リオナプロデュースコンカフェを秋葉原にね、トライアルオープンさせていただきました、イエーイ、はい、お祝いして、イエーイそんなでっかいことお祝いしてんじゃんありがとうございま す, いす、ね、秋葉原 の, 上タワー3階の、ね、ビルに3階に入ってるんですけども、まあ、秋葉行く方は分かると思うんですけど、小野田の方ですね、エディオンとか小野田の方にね、お店があるので、ぜひね、お時間ある方は駆けつけてくださいなんか公演の前後とかね、うん、平日は18時から23時までやってるので、うん、まあ、公演終わりとか、AKB 劇場のね、うん、公演終わりとかにね、うん、立ち寄っていただけたりとかしていただけたら嬉しいなと思います。はい、そこは晩酌をねコンセプトとしていまして、長ない、はい、ちょっと今日は宣伝しに来てるので、ね、宣伝しに来たらですよ、はい、そうですよ、こんな、はい、ちょっとなんか前座みたいな感じで喋りを広げて、はいはいはい、コンセプトとしてまして、まあ、おばんざいメニューがあったりとかね、うん、するので、もうマジで美味しいんですよ、本当おばんざい屋さんからちゃんと作ってもらって、はい、クール便で送ってもらってるので、はい、もうつくねだったりとかチーズインハンバーグだったりとか、はい、めちゃくちゃ美味しい料理がいっぱいありますので、ぜひ一杯だけでも飲みに来てくれたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、シーラでいいですか、もはい、でそこでですね、まだあるんですか、はい、先日12月31日に、ま私お誕生日を迎えました、プレゼントください、ないです、くれくれくれないですよ、くれくれくれ、今日ドーナツおごったので、あ、そうだ、ドーナツドーナツだけおごってまた、それはもう親戚一同におごってるので、そうだよ、親戚一同におごりましたから、ちゃんともうバーンとおごりましたから、はい、27歳になりました、ねえ、27、大変です、すごいね、なあ27歳です、びっくりだね、まだ肌ピチピチです、大丈夫です、はい、大丈夫です、もう年は隠せませんので、そんなね、うるさいです、はい、そうでねそうで、そのリオナがオープンしたカフェで、うん、そのカフェは基本的にはキャストさんが立ってくれてて、はい、まあ、リオナはゲストでたまにこうイベント組んだりとかしようと思ってるんですけど、うん、まあ、誕生日付近だったということで、リオナバースデーイベントをね、はい、カフェでやらせていただいたんですけど、はい、長いな、まあ、そこでねはい、はい、はい、なんとじゃーん、このね大谷リオナのオリジナルシャンパンというものをね作りまして、へー、すごい、これはまた違う衣装なの？これはリオナの今年の生誕衣装です、リオナの衣装、あ、衣装なんだ、そう、今年の衣装で、らしいです、そう、作ったんですよ、ね、はい、すみませんね、こんな感じ、はい、こんな感じで、はい、
可愛いね、あの作ったんですよシャンパンを。したらね、そのねリオナのあのバースデーのカフェにあやめろのファンの方がね来てくださってまして、ありがとうございます。でまあぜひね、あのあやめろにプレゼントしたいということで、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。あれでね、はい、ドリンクとかは、ね、プレゼントできないの、ね、はい、あ、そうですね。そうなので、あのこうやって、まあ、リオナにあの、まあ、プレゼントしてプレゼントするというね形で。あ、これ私のってことですか。はい、あなたのじゃないんだ。はい、あなたのです。私のなの、はい、これ。だから今知った。そう、だから今知ったんだけど、あやかとリオナとお父さんとね、もうお母さんも酒飲めないので、まあ、家族でね、正月にこう一緒に乾杯してそう しようと思って、うん、わざわざ猫あの持ってきました。はるばる、はい、ありがとうございます。あの、そう、ね、あやめろファンの方、はい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがたいね。ありがとうございます。そう、ショールームで出そうと思ってね、はい、ちょっとショールームでは飲めないんですよね。そう、飲めないので、そう開けるポンポンできないんですけど、はい、まあちょっとあのこの後美味しくいただきたいなと、はい、いただきたいと思います。ありがとうございます。お祝いさせていただきます。そうだよ、お誕生日会してないじゃん。やってよ。何の誕生日？リオナの誕生日会。いりますそれ？そう、やめて、その昭和みたいなリアクションやめてもらっていいかな。昭和じゃないんですけどね。やめて、本当に。そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひね、まだちょっともうちょっとこれ残ってるので、はい、ぜひあのリオナのお店来てくれたら嬉しいです宣伝会、結局でもなんかのシャンパン入れてもらったら、うん、あの動画撮れるので、はいはい、そう、海鮮動画とか撮れるので、まあなんかちょっと特典があるってことですね。3-3-2-2-1-1フォーンみたいな感じでリオナがちょっとやるので、はい、ぜひ本当にできます。また遊び来てください、はい、皆さんもしよければお時間ある方は遊び来てください、はい、まあ、すいませんね。ありがとうございました。いただきました、ありがとうございました。プレゼントプレゼントじゃないよ、ドンありがたいですね。でもありがとうございます。冷やさないとね。はい、ありがとうございます。いただきたいと思います、はいはい、海鮮動画、海鮮じゃないよ。暑い、これ切る。うん、暑くない？でも多分切ったら寒いよ。あ、確かに確かに。植え付けたぐらい、植え付けるの忘れとった。はい、まだですよ。はい、ありがとうございます、はい、こんな感じでリオナ今日は宣伝しに来たので、はい、でも私はそんなお酒は強くありませんので、はい、飲めませんね。ね、本当ですよ。ほろ酔いぐらい。ほろ酔いですよ、本当に。ほろ酔いで自分、ほろ酔いで自分、ほろ酔いをさ、うん、あのあれでしょ、お父さんと半分ずっこぐらいだろ。何が？乾杯ぐらいしか飲めない。飲めない、あんま飲まない。だからまず家であんま飲まないです。私、お母さんに怒られるのでね、お酒飲むとそうそう、お母さんお酒好きじゃないので、うんうん、そうなんですよ、ね、そうなんです。だからお父さんとリオ乾杯したのがあの時やない、あの、そう、焼肉、そう、東京の焼肉行ったやん、来た時やん、そうそう、家族でね。あれ、なんで行ったんやっけ、なんで行ったんやっけ、何しに行ったんやっけ。なんか荷物を置きに来たんじゃない、確かな、もらいに来たか。そう、で、4人で、そう、東京の焼肉行った時にお父さんとビールを乾杯したぐらいしか、うん、一緒にお酒を飲んだことがないので。そうですね、はい、はい、最近はもうリオビール飲めないので。なんでやろう。嘘、めっちゃ飲んどったのにな。ビールは飲めなくなりました、はい、あんまりね。そうなんですよ、強そうだけど家計的にはね、うん、という感じです。そんな感じでございます。はい、お、出ました、666日です。はい、ありがとうございます。6、ありがとうございます。ゾロ目でございます。ゾロ目の6です。ありがとうございます。もう同じこと言わんとってねえね、さっきおもろい話があったの。ばあちゃんの面白い話をやったね。新春ということで、2024年一発目。新春って新しい春、まだ春じゃなくね、まあ、そういうこと。え、新春ってさ、でも迎える春だよ、ほら。あ、それって新春ってもこれだよ、ね、うん、違うけど絶対違うやん。え、新春だよね。合ってます、合ってるよね。新春って合ってます、今言うの。絶対違うよ。え、恥ずかしい。ってはい、もうバカ出ますよ。合ってる、ほら。本当に新春だよ。やばいって、それは。え、4月とかじゃないの。違う違う、っだって春じゃないやん、今寒いやん。やばいやばい、それは全然桜咲いてないよ。もうあやめろのバカが出てます。大丈夫なんだか、このリーダーはっていう、ちょっとね、ありますね、ちょっとボケを挟みつつ、絶対そうそうそうっていうボケも挟みつつ、はい、こんなに今ね、はい、新春ということでね、はい、ばあちゃんのね、一発目のボケが今日ありましたよ、先ほど、
おもろかったね。でもこの人もあのやばいんですよ。まあまあちょっとそもそもね、そもそも私がやばいんですけど、そう、はい、で説明してください。私がそういうの、はい、自分で説明しよう。自分の失態だから。そう、そうで、さっきばあちゃん家におってで、ばあちゃん家におってで、もうマジ気分でやめてそう、ばあちゃん家におってそう、ばあちゃん家におったんですよ。おってで、普通に、ま、荷物持ったなと思って出てって、うん、で、ま、家着いたらで、あれと思ってこう荷物片付けようかなって、そしたらカバンがないってなって自分のショルダーバッグを忘れて、そう、ばあちゃん家に潜ってきてもらってみたいな、で、え、カバンないみたいな、どうしようってなって、でも取りに行くしかないやん。でもあんた一人取ってこいよって言ったら、なんかもう財布もないから、やばい無免許になってるとそれ捨ててって、そう、免許携帯不携帯になっちゃうとか言って、そうやんみたいな。そうで、リオナもさ、はい、一人で取りに行ってほしいやんとか言って、そうそうそう、もうダメって、不免許証ないって言ってまあってなって、どうしてってって鬱陶しいと思って、そうそうでも行くよ行くよって人のクロックス履いて、最悪も人のクロックス履いて、まあそこはどうでもいいんだけど、そうでバーンって言ってこう、まあ向かったわけですよ。車リオナの運転で向かってたので、そう、ばあちゃん電話しときゃよって、そう、寝て待ったら、そう、それまあばあちゃん家の距離もそんなに遠くはないので、で途中でそう、いかん電話しないでって言って、向かってるもん、向かってるよ、そう、もう半分ぐらい、もう、うん、もう半分ぐらい行ってますわ、うん、ってぐらいの時に、あかん電話しないからってばあちゃん寝てまうわっつってで電話してばあちゃんが寝るわけですよちょっともうおもろすぎる、そうそう、うん、寝てまうわ寝てまうわマジでやばい、ねえ恥ずかしい、やばいやばい、そうちょっともう出しすぎ寝て寝てまうわ、やばすぎ、やば恥ずかしいよ、話が進まんよなそうで、それな、そうで、ばあちゃん寝てまうわってなって電話したの、そうそうそう、電話してあよく出たの、そうそう、電話出したんやみたいなで、ばあちゃんごめんばあちゃんみたいな、カバン忘れたわって言って、カバンないって言って、多分ソファーの上とかにあるかもしれんわって言って、ほんでわーって言ってちょっと探しに行って、ばあちゃんがで、あーこれかなみたいな、あーみたいな言うもんでさ、であ多分それやわみたいな、取りに行くもんでって言って、別に家におってねみたいな、部屋におってねって言ったら、いや私思ったんやでみたいな、帰り際なんか落ち、なんかカバンソファーの上にあるなと思ってみたいな、じゃあ言ってよみたいな、帰り際うちらが玄関におる時に、玄関でもう出ようかなと思った時になんかあるなと思ったらしいんだ、なんかソファーに置いてあるなと思ったらしいんやけど、でも何も言わずにじゃあ言って、そう、じゃあ言ってやみたいな、思っとったんかいと思って、なんかソファーにあるなと思っとったわって言われて、それ言えやと思って言ってやで、それをずっとわわわわ言っとんの、そうで、しかも長くて、そう長くて、ばあちゃんってマジ話長い、そう話長いの、全然切らんのよ、じゃあ分かったって言って、じゃあね、いやトリックでトリックで、えなんかもう持ってたのか、まあ、大丈夫かみたいな、わ大丈夫、家におってって言ったの、もういいやと、でも電話起きる前にバージョンについてまんねんって、そうそうそう、バージョンつくで燃えて、燃えてもつくで、燃えても有名やけど、そう燃えて燃えて、ばあさん燃えてって言って、キリアキリアって言って、まだ話しといてごめんってもうぶちてきて、喋っとんのにばあさんまだ喋っとるもん、電話越しでねごめんねと思いながら、そう、もうめちゃくちゃ面白いよね、ばあちゃんね、で面白いっすよ、本当に話が長いっていうか、長い長い、話喋っとる時の話も長いんやけど、電話も全然電話長いな、マジ長いよな本当に、昨日リオかかってきたのばあちゃんから電話が、うん、でなんかリオもう帰ってきとるんかみたいな、うん、であの昨日はあの、うん、いとこたちと、うん、あのトキのアウトレットに行ってて、うんうん、そうでアウトレットで買い物しとったわけよ、うん、普通にね、うん、さばあちゃん電話があってきて、うん、はいみたいな、でなんか今日来るんかばあちゃんちみたいな、うん、でもリオナ昨日はあの地元のお友達と、ね、約束しとったので、うん、しとったのでしとったのでしてたのでなんかもう入り混じっとるわけそうね、だからリオナ今日友達とあのご飯約束しといて、リオナはいけんけどみたいな、その、うん、いとこたち、うん、そう、まあ、行くよ、埼玉のいとこたちとか、うん、お母さん行くんじゃないみたいなこと言ったら、なんか、うん、あの駐車場がなんとかなんとかでなんとかなんとかみたいな、うん、どこどこに止めてみたいなことずっと言っとって、うん、なんでリオなんで言うのみたいな、リオ行かんって言っとるやんみたいな
リオナ行かんってみたいな、もうお母さんに言ってよみたいな、人なんか、うん、いいってリオナが伝えとけばいいんだよみたいな、なんで経由しなかんのって言ってこっち買い物しとるやってっていう、もう忙しいのにな、もうええってって言って切るよって言って、でリオナもまだばあちゃん喋っとるから切った、ばあちゃんかわいそう、ごめんねばあちゃん、ごめんね、でもそのたくんもばあちゃんちゃんとかけとるでね、お母さんに最初からそっちかけてよって言ってそうやな、ほんとに、まあ、面白い、もう、うん、マジばあちゃんのお母ちゃんマジでおもろいね、おもろいなばあちゃん、2024年一発目のそうニューばあちゃん、ニューばあちゃんでございます、ニューばあちゃんでございます、ハッピーニューばあちゃん、ハッピーニューばあちゃん、ハッピーニューばあちゃんネタでした、ありがとうございます、マジおもろいね、ばあちゃん、ね、最高なんすよ、ね、ばあちゃんっておもろいよな、マジおもろい、そう、ああご飯も作りすぎるしさ、ね、めっちゃすごい、今日もいっぱいやったね、最後なんかエビの天ぷらもさ、うん、あげなんかそうやり始めて、もう食べれんって誰も手つけてなかったよ最終、そうだからね、ちゃんと、まあ、ちゃんと持って帰って、ちゃんとね作ってくれたので、親戚一同が持ち帰ってるんですけど、はい、お持ち帰りましたけどね、おもろいんすよ、ね、ばあちゃん最高でしたね、食べれんて、もう食べれんてもうやめて、もうただ恥ずかしい、恥ずかしいよ、無理無理、本当にやめてください、そんな感じです、そんな感じでございますね、喋、はい、りすぎても喉枯れたわ、おもろすぎるね、マジでそんな感じですわ、うん、してないから食べます、充電がないらしいです皆さんどう、違います、全然違います、ラン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 みたいな、なんだっけ、何それ、なんだっけ、チェリー、チェリー、瞳の、瞳のアップルか、チェリーじゃなかったはい、もうダメです、渚のチェリーと混じっちゃった違います、本当に瞳にアップル、瞳のアップル、瞳の中にアップル、あ残念でした、すいませんでした、全然違います、ピーポンっつって、全然違います、本当にアップル隊です、アップル隊ちゃんです、別、レンテッ